マエストロに伺いたいんですけど、はい、その音楽ね、はい、イタリアにはやっぱりクリスマスならではの音楽というのはあるんでしょうか。はい、una canzone che si suona a Natale, qual è? Una canzone che si suona a Natale tipica, tradizionale, che si può dire quasi millenaria, Tu scendi dalle stelle. Ichiban yumeno no a minna stelle no Italia jin desu ne. Tu scendi dalle stelle. Tu scendi dalle stelle. Dalle stelle desu ne. Ma kamisama wa sora kara oriru desu ne. Watashi tachi no tame ni. Ah, so desu ne. Hai. Ja a zehi kikimashou ka. Hai. Ja maestro ni そのイタリアのクリスマスの歌をお聴かせいただきたいと思います。プレイをお願いします。いやありがとうございました。なんかイタリアの街並みがふわーっとね。そうそうそう。それでまたその清子の夜という感じじゃなくて、そうそうそう、歌そのものも音楽そのものも明るくて陽気なんですね。いや本当にありがとうございました。ありがとうございました。いいですねそれ。うちのお父様よくやってたんですよ。あ、そうなんですか。そうそう、家族と一緒に集めて、みんなで一緒に歌ったり歌って食べて。そうなんです。みんな歌は そんな上手じゃなかったけど。そうなんですか。イタリア人みんな歌は上手と思ってるんですが、間違いですけど、結構楽しかった一緒に。でも本当にね、もう今日本当に短い間時間お話を伺っただけでも、はい、いろんな新しいイタリアのことを私は教えてもらったんです、ね。まだまだ知りたいこともたくさんあります。ジローさん、これからね、はい、どんなことを日本に伝えていきたいと思ってます。まあ、もちろん日本人みんなイタリア人になってほしいじゃないんですよ。ただイタリアの文化とかもっと紹介したいんですね、はい。まあ、やっぱり食べ物とかいろんなことですね、はい。あとは、みんなご存知と思うんですけど、オペラとかそういうもの以外、私は違うものをもっと紹介したいんですね、はい。